どうも、こんにちわ、けです。今日、サーブ一発目の質問が、アパレルの販売目指して、就職の準備してたのに、服に興味がなくなってきた。進路を変えるべきかうーん、そうだね。まあ、そのファッションに対するさ、こう、熱量って、自分が着る上での、まあ、熱量と、 まあ、あとはやっぱりファッション全般に対して、例えばブランドの動きとか、まあデザイナーとか、もういろいろ、そういうファッションに関するいろんなもう世界が好きだみたいな、そういうこうなんか二軸あると思うのね。で、まあ調子がいい時っていうのは、まあどっちもこう、なんていうのは平行してそれが維持できるんだけど、自分が身につけるに対するそのモチベーションみたいなのって、あのね、ずっとこうハイモチベーション維持することって誰もできないと思うのね。 誰もが時にローになってもう服いいわ疲れたわとか、ちょっと一旦置いとこうみたいな嫌な時期が来て、また余裕ができたら戻ってきてみたいな。なんか服好きってこういうこう、繰り返しだと思うのね、身につけるに対しては。でも服冷めたとしても、でもなんかファッションの、わかんないけどニュース見たり、インスタでブランドいろいろ見ちゃったりみたいな。なんかやっぱどこかでファッション好きみたいな。 そういうのがこうちゃんとこうキープできてるというか、そういう熱量がある程度ある人は、逆に僕は販売員とか向いてると思うのね。そこまで失われてる状態なのであれば熱量が、進路変えてもいいかなって思う。でも、ファッション全般に今興味がないです。みたいな感じだったら、うーん、それだとちょっとこう、ファッションってやっぱ、まあ、なんていうかな、いろんな職業あるけど、販売員はやっぱある程度好きじゃないと、 ちょっとやれないところはあるから、まあ慣れてくれば別なんだけど、最初入り口に立つ時に、その1年目とかね、最初やるときって、やっぱ好きでっていう思いが結構支えになってくれるから、そこがないとしんどいと思うから、それだったらまあ進路変えるのもありかなってのは思うけど、まあでも、この質問者がただただ身につける熱が冷めてるだけで、いやでもこうやってね、僕の動画見てくれたりとか、まあなんかファッションに関することは結局好きぐらいだと、 ある意味ね、その、なんていうか、ちょっと客観視して、自分のブランドと関われたりとか、そういうの見るようになるから、それね、逆にハンバーインは結構必要なんだよね。のめり込みすぎてると、自分のこう意見とか、なんか熱量とか、自分の感覚でやっちゃうのよ。これかっこいいですよね、みたいな。その自分の感覚だけで。でも、一歩引けてると、これがなんか今、ファッション界でどうだとか、うちのブランドは今こういう感じで、こうこうこう、みたいな。なんかそういうこう、冷静な分析とか、そういう傾向を見れたりとか、 それは結構ね、接客の中でなんか、冷静さがキーになってくることが結構あるから、うん、それのまあ、その熱の冷め方が A パターンなのか B パターンなのかで違ってくるかなっていうのは思う。僕も、社会人になる、確かにほんとちょっと前とか、服秋行ってて、まあそのスタイリストのアシスタントとかちょこちょこやってって、もう服に囲まれてたのよ。寝てる部屋も、代官山のほんとアパートというかマンション一部屋みたいなの貸してもらったんだけど、ちゃんとした一部屋っていうよりかは、 もう、なんて言うかな。ラックめちゃくちゃ置いてあって、ボックスめちゃくちゃ置いてあって、アクセサリーとかも山積みに置いてある間で寝ろ、みたいな。そんなとこだったの。だからもう、それを一旦、まあ、やめても就職活動して、まあ、いざ泣いてもらいましたぐらいの時って、もうね、ファッションから離れなかったもん。もういい、買い物もいい、服も見たくねえ、みたいな。いう時期は、とかはめちゃくちゃあったけど、でもなんか、 やっぱりどこどこのブランドがどんなコレクションやったとか、どんなアイテム出してるとか、じゃあイベントやってるならちょっと見に行きてえなとか、結局僕は根本好きだったから、そういったら向いてると思うんだけど、っていうところかな。うん、これなんかガチに返しちゃったけど、多分そのなんか情熱の冷め方が自分のその身につけるっていう上だけで止まってるのか、それとももうファッション全般に興味がないのかっていうのかで、ここは変わってくるんじゃないかなっていうのは僕は思いますね。はい。次。 ええと、K さんはコンプレックスを隠すファッション、または活かすファッション、どちらをやりますかうーん、そうだね。僕多分こういう答えに迷っちゃう。この質問に対する答えに迷っちゃうぐらい、なんかね、コンプレックスを上げろって言われたら、ここが、だとかあるんだけど、なんかファッションやる上ではあんま考えてないんですよね。だから、 別に活かしもしないし、隠しもしないみたいな。まあ、もしかすると無意識でね、その自分が意識してることではない範囲の中で、どっかでなんかちょっと隠してたりとか、どっかでっていうのは、もしかしたらなんか細かく分析したらあるのかもしれないけど、基本的には僕はファッションやる上で、じゃあ好きなブランドの服を買う、スタイリングを考えるときに、なんか自分のそのコンプレックスがああだからっていうのは、あんまりない。 かなまあもちろんね体格が僕は結構肩幅とかも広いから、まあ、自分とこれはあんまり合わないなとか俺が着るとこういう雰囲気出ないなとかそういうのあるけどそれなんか別にコンプレックスではないからあんまり僕はそこまで意識してないタイプなのかなっていうのは思う。今、まあ、でもこれもある程度ファッションずっとやってきたりとか、まあ、そういうのしてきたからというかまああとなんかやっぱ大人たちと関わるとなんかそのの感覚って なんだろうな、あの、緩くなってくるっていうか、まあ、大人ってさ、ファッション界の大人な方たちも、まあ、スタイリストもそうだし、まあ、別にじゃあ、いろんなブランドの PR やってるとか、別に人事でも、まあ、いろんなブランドのいろんな人と、これまで関わってきたんだけどさ、なんね、ほもう、いろいろなのよ。もう本当にぽっちゃりおデブちゃんみたいなおじさんもいれば、ちゃんと鍛えてる人もいたり、いろいろいたんだけど、でもなんかみんなそれでもファッション好きで、仕事やってるみたいなのがなんか、 かっけえというか、あいいなぁなんていうふうに思ったりとかしたから、なんか僕もそういう感覚というか、なんかあんまりこれをこうしなきゃみたいなのは、そんなに僕は思ってないかな。まあ、若くてね、学生の時はね、ここがこうだとか自分の足の形がどうだとか思ってたけど、あれは無駄ではないけど、ストレス感じちゃうから、なんかそういう本当に40、50とかの大人たちと関わったら、なんかそういうのが見えて、 っていう感じなので、僕は今全然なんかコンプレックス、自分のコンプレックス、ファッションでどうしてますかって言われるとちょっと答えに迷っちゃうぐらい、特に考えてないですね。はい。次。えっ、ー、と、22AW のラバーソールをメルカリで購入したのですが、おお偽物は存在するのでしょうかおー、多分ないんじゃないって思う。偽物業者でラバーソール作る人いたら、感度高くないだって、他にはプラダ別にシューズあるじゃん。 しかも多くの人が買うようなものじゃないでしょやっぱ、ああいう偽物業者ってさ、なんて言うんだろう、こう、大量に売ってお金を稼ぐみたいな感じじゃないですか。だからバッグとかさ、こう、アイコニックなものはたくさんあるけど、ラバーソール、いやーないんじゃないのっては、まあ思いますけどね。まあ、まあ、多分ないとは思うんだけど、まあ一個プラスアルファで言うと、なんだろうな、その、偽物かもって、 って思って買う買い物ってどうなんですかいや、まあ、この方の自由だから別にその方の買い物を否定する気はないんだけど、ど、どう皆さんは。なんか偽物のリスクを抱えて、まあ、メルカリで買ったとしてもさ、多分 22AW のラバーソールだったらそんな安くない,い,いでしょ多分言っても10万とかするでしょ多分ね。まあ、状態とかにもよるかもしんないけど、そうやって考えるとそれだけのさ、ある程度の金額を払ってるわけじゃん。で、偽物かもって って思って質問してるってなんかちょっとなんだろうな、ちょっと寂しいというか、やっぱそこ満足感、まああるのかもしんないけど、感じてさ100、100%の充実度で、うん、って思っちゃうから、やっぱこの辺がちょっとフリーマーアプリとかの難しいところなのかな、なんていうのは、 今ちょっとふと思ったんですけど、どう、どうでしょうか皆さんそんなもんやっぱほら、人気なアイテムとかになるとさ、そういうのもまあ付きまとうじゃん。で、いくらなんか出品者の評価見たり、タグ見たりとかしても、まあそもそもね、そのなんかタグの写真が本物かどうかとかさ、本当にそれ撮ったす SNS から拾ってきたものかもしれないし、とかいろいろ考えると、なんだろうなフリマアプリって難しいね。 うーん、難しいなあこういうのも含めるとね。というのはちょっと今思っちゃいますね。脱線しちゃいましたが、そんな感じですね。はい。次、白黒以外のスニーカーを履きたいんですけど、どの色が合わせやすいですかあまあシルバーとか、まあグレーとかこの辺じゃない合わせやすいのっていうと、まあ例えばニューバランスとかさ、ああいうようなグレーだと、結構まあシティな感じにも引っ張れるし、なんかこう、クリーンなさ、モードを外すみたいなね。まあよく言うやつで言うと、そんなこともできたりもするし、 で、まあちょっとこうグレーでもシルバーに近かったりとか、ちょっと光沢があったりとか、まああとアシックスとかみたいなさ、ああいうこうパキッとしたシルバーっぽい感じのとか入れると、まあちょっとこうモードにも触れる、まあ、ものにもよるけど、まあ、カジュアルに出るのがメインですけど、まあでもちょっとこうモードに例えばアシックス機構のあのノバーリスみたいなさ、ああいうちょっとこう独特なディテールのやつとか持ってくると、まああらゆるスタイルにいけると思うので、まあ白とか黒とかのスニーカー普段履いてって、 まあそれなりにこうベーシックに合わせてるんだったら、まあグレーは合わせやすいんじゃないまあもしくはもう振り切ってベーシックなのは白とか黒でやるから、なんかポイントで使うやつでちょっと水色が欲しいとか、例えばなんか黄色が欲しいとかさ、なんかこの前、なんかラッパーかなんかとニューバランスコラボしてさ、あの、なんか黄色のバナナみたいな色のニューバランスが出たじゃん。ああいうの入れちゃうとか、最近ダンクでもなんかオレンジの、 ちょっと毛羽だったやつとか出たけど、ま、ああの、堀米優斗くんのグレーのやつとかさ、なんか、ああいうちょっと絶妙な色入れちゃうとか、単品で色を使うために入れるっていうのもありだし、ま、あ合わせやすいって言われたらグレーだけど、っていう感じかな。なんか、合わせやすいのばっか持っててもさ、ちょっと面白くない,い,いじゃん。もうそれが白黒でできてるんだったら、ポイントでなんかほんといきなりオレンジ入れたり、なんか水色入れたりとか、そういうのも、ま、逆に面白いんかなっていうのはちょっと思いましたけど、ね。はい。 次、次最後にしようかな。お金がなくて服買えません。楽しみ方を教えてください。あ服買ってやるぞっていう思いを胸に死ぬほど働く。限界まで働くっていう。まあ、これしかないんじゃないわかんない。この方が社会人なのか、その学生なのかによって違うけど。まあ社会人だとね、なんか限界まで働くっていう、その限界がいろいろ決まってるからさ、難しいけど、まあ学生って、まあ、もちろんね、不要の問題とかいろいろあるかもしれないけど、まあ、 働けるじゃないですか。日雇いやったりとか、なんかいろいろね。そうだから、まあそれをとにかく頑張って働いて、売って、買って、売って、買ってを繰り返すっていうのが、まあ学生は一番いろんな服楽しめるんじゃないかなっていうのは、もちろん長く大切に使うとか、それはもちろん重要だし、まあ売る時のことを考えて買うっていうのはちょっと気持ち的にね、寂しいけど、まあでも学生の時は、なんか、 なんていうかな、それぐらい必死にならないと買えないから。しかも、僕が学生時代の時と、今の学生の方って、正直、かわいそうなぐらい値段が違うじゃん。そう、僕の時って、ディオールのニット15万あればお釣り来たから、今25万とか30万とかの世界でしょそうだから、すげえ大変だと思うけど、まあ、でも、あの、とにかく無理して、無理して、買って、売る、買って、売る、で回していくっていうのが、 まあ一番じゃない。それが多分、うん、一番いいと思うので、まあそれをするためにとにかく必死に働く、売れるものいろいろ売ってみるとか、まあ、なんかそういうのをするしかないんじゃないかなっていうのは思います。まあ、いろいろ楽しみ方ありますよ。試着しに行くとか、いろいろ見に行くとか、まあ知識をつけるとかさ、まあいろいろあるけど、やっぱね、自分のものにして、それを体験しないと、体感しないと、なんかやっぱそれ続かないというか、うん、だと思うから、やっぱ、 買うっていうことが一番だと思うので、まあさっきも出たけどメルカリとか、そブランド古着とかいろんなのを利用しながら、まあうまくやっていくのが一番じゃないですかって思いますね。はい。じゃあこんなところで以上にします。皆さん最後までご清聴ありがとうございました。バイバイ。